パパへ。我が家は小さい頃にママが出てっちゃって、それからはパパがママの分まで家のこともやってくれたよね。お父さん。遠足でお弁当が必要な時はキャラ弁も頑張ってくれたよね。お猿のジョージが大好きだった私が、ジョージがいい、ジョージのキャラ弁作ってってねだると、ところジョージのキャラ弁作ってくれてさ、みんなに見つからないようトイレの中で一人で食べたよ。お父さん。私が熱で寝込んだ時、パパあたふたして悩んでググった結果、必死に寒いギャグを一晩中やってくれたよね。お父さん。あの時やってくれた、もしも三輪明宏が一人でもののけ姫のアフレコを全部したらが本当に面白くて、けど必死にモノマネしすぎて酸欠になったパパが救急車に運ばれたのには驚きました。いや、お父さん。思春期になった私は体と心の成長に自分自身戸惑って、パパと距離を置くようになってしまったよね。パパが毎晩一人で泣きながら寝る寝る寝る寝を食べていたの本当は知ってました。それでも毎朝何食わぬ顔で朝ごはんを用意してくれていたパパには感謝しかありません。お父さん。二十歳になった日のことを覚えてますか？朝起きるとテーブルには一通の手紙と生きた金蛇が置いてあったよね。手紙に書いてあった、人生はそしゃげ、無課金税は課金税にはかなわない、無課金落ち。この言葉が今も忘れられず、顔も性格も全然タイプではないけど、拓也くんという大金持ちをゲットすることができました。けど金蛇の意図は未だに分かりません。お父さん。てかユミちゃん。で最後、初めて拓也くんを実家に連れてきた時、パパ泣いてたよね。はあ、これでやっと安心して課金税になれるって、 SNS で無課金税にマウント取れるって、私そんなパパの姿見て思ったんだ。この人の娘でよかったって。お父さん。ユミちゃん。本当にいろんなことがあった27年間だったけど、私は今日竹内家を卒業します。卒業します。いや、卒業式みたいに言うな。てか結婚やめさせてもらうわ。回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。